はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ、今日はですね、ついにやってまいりました天守ひじききということでね、やっていこうと思うんですが、まずですね、まあこちらで支援のクエストに今日は行こうと思うんですけれども、素材ですね、今回の30個素材は何かなとかいろいろ見てたんですけども、この、収縮した毒袋、いやー、毒とか麻痺とか睡眠とかね、全部の状態以上使ってくるのかどうかって、ちょっとね、まだ初見なんですけれども、まあ今回は支援のクエストでとりあえず様子を見ていこうようかなと思います。レッツゴー。いつもはね、ここでね、罠はめするんだけど、今日はしませんよ。今日はしないで普通に行きますよ。ということで、さあ来るでしょう。来たー、出たよ。もうでかすぎだって。でかすぎるよそれは。さすがにどう戦っていくのが一番いいかな。とりあえず尻尾切りたいね。まずは尻尾と頭なるべく攻撃して、てかどこなんだこいつ。おお、今の攻撃回収できんのか。どこが発達部位だろう。おお、今のすげえ。てかあのまきびしずっと残ってんな。結構すごい残って、うわ、すげえすげえすげえ。こんなん出してたらやばいでしょ。ハリモグハーリーレベルだよこんなん。やつも大概だったからそれレベルだな。いででででで、出血やられが来るよということで、止血玉が必要なんだよね。結構えぐいのかな、どうなんだろう。おお、どんどん残すな。これ食らってみようか。あ、これですぐ出血しちゃうんだね。すぐ出血やられきちゃうから、これは当たらないように頑張らないといけない感じですけれども、はい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 。僕はね、こいつのね、反射がやりたいんで、反射がやりたくて。こいつはどこなの、発達部位は。転移武器でくればよかった。ミスったな。多分でも頭とか攻撃してればいけるんだろうけど、危ない危ない危ない。あ、でも意外と攻撃に関してはまだなんかあんまり食らう要素はあんまないかな。よいしょ。あ、いいねいいね。うん、いい感じに避けていけばスッと来て、おお、はい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 。ほとんどいつものひじききの攻撃と似たような感じっぽい。ただこれがちょっとあれだね、なかなか近づくのが難しいっていう感じなので、そこが難しいな。よいしょ。だからまあ腕のあたりを攻撃しておいてっていう風に戦うのが一番楽か。でも頭攻撃してスタンとか、でもだいぶしそうだけどね、だいぶね。あんまり動かないね、あんまり動かない。よいしょ、ドカンと来て、でこれでこの腕のこのね、ちょっとね、空いてる空間があるから、ここでブン。おい、来た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 、第二形態来ました、来ました。うわ、待って、ナルガみたいに、うわうわうわ、危ない危ない。これ追撃だ、出た。これが平井心のやつだね。危ない危ない危ない危ねえ、怖っ。尻尾切りたいけど、ちょっと多分今の段階で、でもこれあれだよね、おそらくだけど、でこの辺りで攻撃しておくと、はい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 、いいねいいねいいね。あでもなんか200の段階では全然戦えるな。全然戦いやすい。片手剣超戦いやすいですよ。片手剣めっちゃ戦いやすいけど、どうだろうこれ。あとは討伐タイムだよね。普段ね、あのいつもやってる時のタイムと比べてどれくらい。あ、尻尾すぐ切れる。あ、すぐ切れたね。あ、頭壊れてる、もしかして。いいね。あ、腕壊れてる、腕も壊れてる、頭もいってる。あ、だだだだだだだ。あ、でもこれは出血やられ来ないんだね。よし、いいねいいねいいね。あ、いい感じじゃないの、なかなかいい具合。ちょ待てよ。あー、はい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 、ブン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 。ただいろいろ見ていきたいね。でこれでとりあえずこの状態のだと出血はしちゃうと、まひりますね。これなかなか、なんとかこの雷にうまいこと当ててね、やっていきたい。どう、今のひじききの雷か、今の。びっくりした。こいつまひってると呼び寄せるのか、雷を。ぽいなこれ、ぽいぞ。なんか出血やられも、まあまあティガと同等、いやティガよりももっとちょっと間隔短いっぽい感じ。あんまりティガのやつ食らったことないから。でまひは OK だ、しなくて大丈夫、対策しなくて OK。 痛い、出た。それ触っちゃうとダメなやつ。待って、これも今のやつも出血やられくんのね。了解了解、なるほど。危ない。でこれ止血玉めっちゃ必要になるな。おおおおおお、3回。あ、これがあれだ、来た来た来た。これ死んでるだろこれ、死ぬだろ。いや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 、死ぬってこれダメ。いや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 、今のダメでしょ、今の絵的にあかんでしょ。ちょっとグロいよ、グロ要素入ってきてるよ。グロくないか、さすがに。あ、いやな。今完全に、まあ、心臓は言ってないんだろうけど、今の心臓ではなかったっぽいけど、あ、でも回避もできるっぽい、回避できるっぽい。ただこれ触りに行くと当たってる、どのタイミングで当たってるんだろう。危ね、でも回避できるね。だからうまいことタイミングを見計らって回避しつつ、
ドスンときて、でこれあまたあなるほどね、これ下の止血のやつ食らう、出血やられなるたんびに刺さってる、ま、刺さってますよみたいな、そういう判定なのかな。危ない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 。で、はいはいはい、多分そういうことだろうね。あ、そういうことだね。 OKOKOK。 出血やられになった段階でこのもう飛来心なんだっけ、飛来心やられかわかんないけど、あ、麻痺った麻痺った麻痺った、来た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 ね。で、麻痺は残らない、麻痺は残らない、麻痺普通の麻痺かこれってことは、残らないってことは普通の麻痺か、動けないんだけど普通の麻痺か、勝ちた。あれ今の違うのかな、今の雷の麻痺かな。ちょっと今の は判定がちょっと難しい難しいな、今の判定難しいな。危ない、よし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 、いい感じいい感じいい感じ。さあこれでなんとか逃げたね、逃げたね、オッケーオッケーオッケー。さあでこれでどっちに逃げる、多分下だよね、6番だよね。準備来ました、これはしっかりと取っておいて、マイトレも通ってってやんないと多分きついだろうな。さあこれで当てていきたい、降りてくるだろうから、ここに決めていきますよ。さあここによいしょ、さあオッケー、火の立花当てました。さあここからですけども、いたたた、オッケーオッケーオッケー、あハンター、あハンターナビドもクリアした新しいハンターナビド、オッケー。ということでこんな感じでした、どうだったでしょうか。かなりねこれに当たるとアウトよっていう、まあアウトというか、まあこれに当たらないような立ち回りを心がけていけるといいかなっていう感じですね。バシッと痛い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 。で止血玉が、まあ、10個フルで毎回使うぐらい、結構食らっちゃう人は食らっちゃうかもしれませんね。これはまあパーティーで行ってね、討伐時間を短くするのがこの止血玉節約の鍵になっていくかな。あとはまあでもガンナーは楽そう、あでもどうだろう、結構飛び道具あるから片手剣はかなり戦いやすかった。あでも双剣もすげえいいだろうな。うん、ガードできんのかな、見てなかったな、しまったな、ガードできるかどうか見てなかった。一回ガードしたら食らわない、いやそれはさすがにないか、それはさすがにないな。まあガードがどれくらいね、あのあれをガードできるのか、結構ちっちゃめの状態異常とかが入ってるから、ちょっとちっちゃめの攻撃だから片手のガードでも安心だよだったらまだちょっとマシだけど、まあただ避けてちゃんと位置をね、あのずらしていかないと、どうせガードした後に食らっちゃうだろうから、そこはしっかりしないとだね。ということでこんな感じでした、どうだったでしょうか。ちょっとねまあおいおいまたね、あの600とか800とか行こうと思いますので、とりあえず200でした。で即死技とかいろいろね、覚えてないんで、全然僕も覚えてないんですけども、という感じでこんな感じですね。爪と角、爪と角、どっちがこれ発達した発達部位だ、これ爪かどうだろう、あどれだろう、どれかなどれだろう、えでもどあれどっちもなのかなこれ、いやえどっちも発達部位、あどうだろう、発達部位ちょっとあれだね、後であのあそうだ、転移武器で行ってみます。おっ、ん尻尾、ん何何何、頭は頭、そあ違う、えどういうことだ、やっぱ背中なのか、背中が発達部位かこれ、じゃもう壊せてなかったんだな、なるほどな、これ背中マジか、背中、えこれ背中なの、待ってこのは、あ腹のあたりをやれば OK、 腹やれば OK か、腹で大丈夫そう、あ腹で大丈夫そうだね、これの位置で届くなら大丈夫そうだな、という感じでここがこの腹から せ,、まあ、せ背中判定なんだろうな、腹はね、ここが発達部位っぽいです。しっかりとね、狙っていきましょう。ということで、今回こんな感じでありがとうございました。転移ひじきね、転移ひじき、これからね、ガンガン回っていこうと思いますので、今日のね、夜の配信でもやっていこうと思いますので、どうか皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。ね、生放送やら動画やらよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。次回お楽しみに、グッドバイ、バイバイ。